んでも仕方のない人間なんてのは一人だっていない。数の問題じゃない。ことから NT-1 の形式番号が与
えられた NT1 は駆動系にマグネットコーティング処理を施し、赤字モーターの増設と水力の増大によって機体の追随性が飛躍的に高められ、ロールでには90ミリガトリング砲を内蔵するなど突出した性能を持つ反応モビルスーツである。またショガムアーマラ複合装甲も試作されている。キット解説、OVA、オリジナル、ビデオ、アニメーション、機動戦士ガンダム、0OAT、ポケットの中の、戦争、で、物語の中心となる、連邦軍の、ニュータイプロを、試作モビルスーツ、ガンダム、NT1、通称、アレックス、を、144分の1スケールで、3D 化、多色成形によって、5色に色分けされた、パーツとシールによって組み立てるだけで設定色に近い仕上がりを実現。組み立ては接着剤のいらないスナップフィット、ボールジョイントなど各関節に専用ポリキャップを使用し、可動範囲を拡大。ショガムアーマーもポリキャップによりスムーズに分解装着可能。両腕の90ミリガトリング砲を脱着式で再現。シールド、ビームサーベル、ビームライフル付き。
今逃げたら大事なものを失ってしまうから。
私じゃアレックスは使いこなせないって意味？
な敏感な機体実戦で使えるの？ここからはいつもの想像です。多色成形とはいえ元から色数が多い MS ですので、シールに頼るところが多く、そしてシール貼り作業がなかなか大変でした。シリーズ全般に言えることですが、膝は二重関節なのに可動範囲が大きくないです。ジョバムアーマーを装着させる際には手、足、バックパックを取り外さないといけないので大変ですね。 90mm ガトリング砲は差し替えによって再現、そしてガトリング砲カバーはジョバムアーマー装着の際には余剰パーツとなってしまいます。グッドボタン、そしてその他の動画もぜひ見てくださいね。